オーラ・スウェンソンは、スウェーデンの男性歌手、シンガーソングライターである、オーラ名義で活動している、スウェーデン南部スコーネ県のルンド出身。彼の友人の勧めによって2005年に行われたオーディション音楽番組、アイドルシーズン2に出場し、総合第8位の成績を収めた。それを受けすぐに、プロデューサーのジョナス・サイードによって、レコード契約が行われ、 2006年に発売したデビューアルバム Given to Fly はスウェーデン国内チャートで1位を記録した。ユニバーサル・ミュージックと契約した後発売したシングルはチャート1位を6回達成している。2008年には4万枚を売り上げダブルプラチナを記録した彼のシングル曲 Feel Good がスウェーデンの音楽賞であるロックビョルネン賞の14部門にノミネートされ年間の ベストソング賞を受賞、グラミー賞にもノミネートされた。2009年の秋には、故郷ルンドから彼を主催とした男性合唱団チームオーラを結成し、TV4 の番組、コースラゲットに参加、優勝した。彼は難民チャリティ組織に50万スウェーデンクローナを寄付した。ユーロビジョンソングコンテストのスウェーデン国内代表を、 決めるメロディーフェスティバー連には2008年と2010年の2回出場した。2008年はラブインステレオ大体地区予選第4位で通過し、セカンドチャンスに進出したものの敗退。2010年はアンストッパブル大体地区予選第2位で通過し決勝に進出、第7位に終わった。2010年には自身のレコードレーベルであるオリニホレコーズを設立。 イギリスのサンビートレコーズやアメリカ合衆国のウルトラレコーズを含むいくつかの国のレコード会社と契約を結び同年に発売されたオール・オーバー・ザ・ワールドはイギリスとアメリカ南アフリカロシア・ポーランド・スペイン・トルコなどでヒットし国際的な成功をつかむ足がかりとなった2014年にはソチオリンピックのステージでのパフォーマンスを依頼されたその際 ロシアで制定された反 LGBT 法に抗議するため虹色のネックレスを着用してパフォーマンスを行った。現在彼はヨーロッパ全土においてソニーミュージックとの販売契約を維持している。2013年から2014年にかけてはスウェーデン、ロシア、イタリアなどのヨーロッパ各国でライブを行った。二人のエルサルバドル出身の養子の兄がいる。 彼らはスウェンソンの2枚目のシングル曲、ブラザーズの題材になっている。5歳からピアノを始め、9歳の時から故郷ルンドの少年合唱団に参加していた。11歳の時には、マルメ市立劇場でオペラ、マテキの主演を果たした。また大のサッカーファンである。10代の頃には、サッカークラブでサッカーをしていた経験があり、バサルンドイフに移る以前は長い間トレルデボリ。 FF に所属していた有望なジュニア選手だった。ありがとうございます。